崎チャンネル。グッジョブ。こんにちは。さあ今年もやります。はい。パリーグ大穴ベストナイン。まあ、毎年説明しますけども、はい、この企画は過去ベストナインを一度も取ったことない選手の中から今年この選手がベストナイン取るんじゃないのかっていう選手を当てようっていうところで、はい、かなりハードルが高めな予想になってます、うん、で正解は半年後です、はい、だって新しい選手がベストナイン取るかすらわからない状況で、はい、でも取るんだったらこの人が取るんじゃないかっていうね。そうです。だから、はい、昨年もね、うん、やったんですけども、はい、昨年は島内選手を当てました。初めてベストナイン取るっていうね、はい、1人しか当たってないんじゃないのっていうかもわかんないんですけども、うん、昨年の初受賞は日本ハムの松本選手と楽天の島内選手2人だけだったんで、だから2分の1そう当てたということになりますね。過去ねポジションが違ったとしても、うん、1回でもベストナインを獲得している選手はノミネートしちゃダメなんで、はい、こう難しいよ。だから全員複数受賞選手だったら、うん、ゼロのゼロだからそれ当たりっこないよって、ね、そうですね、うん、まだ初受賞の人を当てようという企画ですね。そうだから今年もね、はい、だから初受賞になった選手を 100% 当てたいね。そうですね、うんうん、まあ、いて1人2人3人ですからね。そうだね、はい、という中でパリーグ今日、はい、ピッチャーね昨年山本で千賀菊池大谷だからメジャーに行っていなくなります大体、うん、はい、でその前金子千尋マー君吉川田中マー君和田っていうところがねなってますけども、やっぱヒットは山本さんそれはもうヒットやそう、ね、山本が取らなかった場合ね、うん、誰なのかっていうところで、はい、まあ、いろんなね、うん、さっき選考委員会が開かれて、はい、名前が出たのは、はい、ロッテ佐々木、西武平良、高橋光成、うん、あとソフトバンク藤井、選抜ゲーム東山、あとハム加藤、うん、楽天則本、はい、いつも則本来てるからね。そう、則本と取ったことないんですよ、うん、でも俺はね、うん、佐々木朗希やるんちゃうか、山本に勝つのは、はい、佐々木朗希ちゃうかっていう、まあ、一つの懸念としては、はい、1年間投げれるんですかっていう話。そうですね、これだけ規定投球回行くかどうかもわからないし、うん、でもキャンプとかさ、はい、今の侍の練習試合見てても、うん、結構仕上がりいいじゃん、うん、期待値上がるよね、はい、俺は佐々木を押したい、うん、藤井も面白い、藤井もあるような、はい、そんな気がする。藤井小屋投手ね、うん、佐々木投手もし取るとしたら何勝ぐらいでっていう感じですか。それは16勝5敗ぐらいじゃん。おー、16勝するってことは基本的に16勝5敗だともう21試合じゃないですか、うん、ほぼほぼまあローテーション守るっていう感じですよね、うん、そう大体ローテーション守ると25から30になるからね、うん、まあ、若干休むとして、はい、じゃあ佐々木朗希投手しますか。藤井もありそうな気がするんだよ俺。いや、そうですね、なんか去年がすごい良かったですからね。高橋コーナーね、はい、可能性あるけども俺も佐々木朗希ちょっと仕上がりがいいからね。これでも平投手とか取ったらちょっと面白いですよね。可能性ある。でも一応名前はだけは挙げとく、はい、可能性あるんちゃうかっていう。則本投手に取ってほしい。佐々木チャンネル的にはもう佐々木朗希でいきたいね、はい、了解です。山本に倒せるのは佐々木しかいないんちゃうかっていう、はい、まあ侍ジャパンでね、うん、先発投げるぐらいですからね。そうそう、あともう本当元気で1年間過ごせるかどうかだけが鍵やと思う、うん、じゃあ佐々木朗希投手で対抗藤井ね、はい、まあ挙げないけど一応名前だけ言ってる、はい、まあ、こういう人たちが対抗馬ですよ。そうそうそう、次キャッチャー、はい、キャッチャーもね、甲斐、森、田村、住谷、伊藤、島、鶴岡みたいなね、まあ、ちょっとその2人の壁は厚いですね。厚いね、うん、ってなった時にそれを打ち崩せるのは俺は宇佐美ちゃうかと思って、ハムの伏見選手じゃなくて宇佐美選手なんですね。打つのもいいからね、はい、まあ、爆発的に打たなきゃいけないんだけど、うん、松川選手とかはまだ早いな。まだかですか。まだ早い、うん、佐々木朗希から育たなきゃいけない。まだセットだからね、はい、何にそれにしても佐々木朗希と一緒に紙面飾ったりとか、うん、メディア出たりとか、はい、なかなか一本立ちできてないから、これ一本立ちできてからだからね、あの打たなきゃダメだからね、ベストナイン取るには、ね、確かにそうだ、そう ベストバッテリー賞とかだと取れるかもわかんないけど、うん、打たなきゃいけないからね。確かにそうですね。甲斐、森尾に勝てるのは俺宇佐美を推したいね今年は。ハムの宇佐美選手、うん、まあ、結婚してね、うん、そうそしたら一緒に打たればいいじゃん、うん、全員で。お、映画王と落ちてね、はい。ファースト、はい、ファーストはね意外とあれいなくないですか。山川レアード中田、山川銀次中田メヒア、でも山川かね、うん、まあもうそうですね。でも言うとだからロッテだった井上、オリックスだと、うん、まあ、新外国人かな、うん、で西武だと山川でしょ、はい、で楽天だとイッテンスとか、まあ、銀次選手が出るのか、で日本は清宮、うん、ソフトバンクが、うん、まあ、新外国人とか、はい、中村晃とか、うん、っていうところになるけども、うん、ファーストもなかなかいないんだよね。そうですね。だから俺は清宮をしたいね。お、30発とか打った可能性あるからね、うんうん、昨年のホップステップで、はい、ジャンプして、
ワンチャンね。ベストナインはチームの順位とかってあんまり関係なくホームランを打ちは取れる。取れますもんね、うん、お、じゃあ清宮いい気合で、あ、行きましょうか、うん、じゃあ清宮選手で、こういうところで清宮の名前が上がってくるようになったっていうところで清宮がいい感じになってきてるね、はい、さあじゃあセカンド、セカンドセカンドもいないのよ、浅村、中村、翔吾、浅村だからねそうなんです、浅村王国があるので、ハムだったら石井とか、うん、で楽天だとまあ浅村だから取れないんだよね。で西武だと外崎、でオリックスだと足立、ロッテだと中村翔吾、三森をしたりソフトバンク、三森ワンチャンあるよ本当ベストナイン。そうですね、うん、外崎選手も取ってないですよまだ。いやもう今はもう三森やな、俺の中の信用度は。了解です、じゃあもう三森選手で、はい、でサード、はい、ね、サードの阿部も可能性あるし、でもサードはね、はい、宗、鈴木大地、中村拓也、マッチ、ウィーラー、レアード、中村、銀次、マギ、中村ってきてるんだよ、はい、だから、まあ、西武はねちょっと流動的だよね、日本ハムは野村だね、で楽天が新外国人か、まあ、模擬も可能性あるし、そうですね、阿部が来る可能性もショートだと、あと鈴木大地の可能性もあるし、阿部選手の可能性もあるし、でソフトバンクが栗原ね、はい、でロッテが安田、うん、やっぱ栗原やな、あ、そう思うと栗原選手ですね、うん、やっぱ怪我してね、今年サードっていうところで戻ってきますもんね、うんうん、栗原初受賞サード栗原、安田選手じゃなくていいですか、いや栗原やな、じゃあ栗原選手で、うんうん、ショート、はい、ショートはもうね、いやもう初受賞で言ったらだってもう源田今宮だから、はい、今宮源田今宮鈴木大地中島、今宮鈴木大地、中島、ショートは谷川畑やるって、紅林選手どうですか、いや、あの打率上げれればね、でも今上川畑来てるからね、でも奈良間くんも来てますよ、うん、じゃあ上川畑選手、チャタリね、チャタリも押してやりたいけどね、はい、あと紅林も、うん、でもやっぱベストラインって言ったら上川畑やろ、じゃあ上川畑選手で、で外野、はい、外野は結構候補いるんじゃないですか、去年ね松本島内って初受賞、はい、柳田で杉本、近藤、吉田、荻野隆、秋山、柳田、西川、はい、糸井、角中っていうところが取ってるけども、去年のね動画でもだから来年初受賞は辰巳、高部やろって言ってる、はい、この2人は入れてやりたいね、うん、そうですね、高部とかもタイトルあるからね、そう盗塁を取ってますから、うん、であと今年は首位打者とかね最多安打狙っていくっていうところは期待値上がるしね、確かに盗塁王の対抗馬があんまりいないんですよ今のところ、そうだね、ってなるとまた盗塁を取る可能性も高いですし、うんうん、高部選手はありますね、だから辰巳が対抗になればいいんじゃん、盗塁王、盗塁数そんな多くないんですよねでもゴールデングラブは取ってるんですけど、あ、打てばだから、もう打つのもいい感じで来てるからね、そう、伸びてきてますからね、うん、あと候補に上がってるのがね、はい、日本ハム矢澤ルーキーね、これもちょっと未知数ですよ、楽しみですよね、楽しみだね、うん、二刀流でベストラインなんかピッチャーもついてみたいなね、はい、イーハンアップみたいなのあるからね、あとなんていう山口ロッテ今ホームラン量産中、だって30本もし打ったらありますよ、あ、全然ある、うん、でね、だけだと万波ね、はい、日本ハムから、うん、あとオリックス中川、うん、そういい活躍してますからね、うん、であの西武金子、うん、まあ、去年のね終盤の活躍ができればっていうね、はい、また盗塁王チャンスあるからね金子はね、はい、あ、確かにそうです、ね、の中から選びたいね、はい、あ、牧原、侍ジャパンにも呼ばれて、牧原やな、牧原、そうですね、いやこれ牧原やな、え、誰削るんですか、いやちょっとあのねもう牧原、今天の声が来て牧原、はい、忘れて、うん、すいませんね、そう、侍ジャパンですから、牧原と山口入れたいのよ俺は、だから牧原と山口は俺入れるから、袴田さんじゃあと一枠、はい、高部かな、辰巳選手、高部選手で言ったら、でもでもタイトルやからな、高部選手の方がやっぱ確率は高いかな、うん、でも辰巳選手も打撃をかなり磨いてきてはいるんですよ、そうだね、うん、やっぱ高部やな、いや高部選手か、だから高部、山口、牧原、ロッテから2人いきますか、だからこれ見て、ここまでロッテから佐々木朗希も選ばれてるんだよ、はい、で日本ハムは宇佐美、清宮、上川畑だから、うん、で三森、栗原、牧原でしょ、はい、ここまでだったら俺何の気なしに普通に選んできただけだけど、うん、ロッテ、ハム、ソフトバンクしか選ばれてないんだよ、そうですね、これまでに選ばれてないポジションのあるチームから選ばれてるってことですから、そうそう、ということは新規の新しい選手の活躍が、うん、やっぱりロッテと日本ハムはやっぱ伸びしろあるねっていう、そうですね、うん、でソフトバンクは伸びしろあるけど既存の人たちもえぐいっていうね、中川も入れてやりたいけどな、うん、可能性あるから、そうですね、チャンスある、中川も本当チャンスある、はい、でも高部、牧原、山口でいきたい、じゃあそこでいきますか、うん、はい、で DHはい、DH は誰でもいいのよ、はい、全員チャンスあるから、はい、ポランコ、ホーキンス、はい、外国人でいきますか、うん、あと阿部選手 DH で入れます阿部どうしよう、阿部
阿部もあるよな。いや、あると思います。ユーティリティだからね。だって去年中日でチーム1の打点でしたしね。ーーホーキンスもな、フランコもひょっとしたらな。ホーキンス、ホーキンスにする？ホーキンス入れとく。誰にします？ホーキンスか、コデスパイね。コデスパイ、ミニコデスパイですか、うん。阿部ちゃんもいいけどな、まさかのボランコもあるけどな。そうですね。でも1人 PH に阿部選手入れて、阿部選手がじゃ違うところで取ったらそれは当たりに入るってことですね。誰でもいいんですね。ホーキンスでしょ。じゃあガルビスみたいなことはないやろ。はい、ね、ホーキンスでしょ。じゃあホーキンスで、うん、これでいこう。はい、今年の大穴ベストナインは、はい、いや3球団からしか選ばれてないですよ。まあでもそれはしか、それはもう仕方ない、うん、それはもうあの皆さんがね、はい、自分でコメント欄にね、私の大穴ベストナインをねぜひ入れてもらって、はい、今年はこの人取ると思いますという人。そうだね、うん、いやでもまた楽しみだね、はい、今年こそ当てたいね。そうですね、マジでね、はい、うん、まあ、何人新規のね、うん、初受賞があるか分かんないですけど、そういればそこは出たいなと思います、うん、狙いたいね、はい、はい、ということで皆さんもね一緒に考えてみてください。はい。